あの前面会どうぞ。した。こずりすぎたの一回。そこじゃない、そこじゃない。あ、いや、横向きにあるんだって。スイッチができるか、帰れ。あれは。先行予約中。プレゼントも割引もあるよ。あるよ。お疲れ様です。お疲れ様です。何の前に2回どうぞ。あ、来いって言われた。来いって言われたんだ。だからいいとか暇なもんで、ね、集まってきたんだ。今日は俺が写真撮るぞ、ほら。今日は帰り道聞けんぞ、ね。あ、現場は俺のもんじゃん。やばい、パワハラ社長になってるやん、もう。また炎上するわ、パワハラ社長って。あれ、どれ？あれ、ショー？なんか表行っちゃったんじゃない？どう？あ？うまく、お前甘やかし。いや、違う違う。動きで分かる。もうベンチチーターのようにチーターのようにもうベンチなくなったそのうちってないよ。お前もできるよ。180?1 なんか見上げとるもん、ちょっとこれ足場しようか。足場しようか。ちょっと見上げとるもん。でもこの間でも先ほどが見たかったもん、ジャンプになったの、あれ動画になったの。全然違うもんね。全然違う。だって。そう、彼旦那と。義理の弟。義理の弟ってなんだってお前。本物の弟じゃないか。義理の弟。あ、こっちは義理の弟か。だって家族だもんな、これ。家族の映像だよな。普通に。家族に入ってくる親戚のおじさん。親戚のおじさんみたいな。だよな。やたらなれなれしい親戚のおじさんみたいな。よし、じゃあちょっと仕事見てみようか。よし。なんかさ、足がさ、足がさ、長いからさ、あ、真ん中通した。後ろ。あ、そっちじゃない、あ、そっち。お父さんみたいになっとる。いや、後ろが見えんもん。お父さんみたいになっとる。あ、分かったもん。下。あ、そっち。こずりすぎたら一個みたいに。できるかファースパートがしょうが見えとるわ。親戚のお兄ちゃんも親戚は義理のお兄ちゃん。親戚はあなた。義理のお兄ちゃんだから。会議者だろお前は。喜んどったんですか。こいつはもうだって人数余って5人のところ6人とかやっとんだからね。ちょっとね、これ練習しやがんの。うまいよ、これは。それ仕事中 OK だね。やっぱこれ着ると気合入るな、今日珍しくこれも入ってるからね。それ着ようと思うんだよ。さすが、でもあいつ高校野球だよ。高校、そうですね、高校野球やってる。まま3歳からやってるから、一応まあまあすごいと思った。3歳から18歳までやってたから、うん、15年間やってたの。そういうなんかネーミングないの？なんかインターハイ出ましたとか、高校野球優勝しましたとか。ないなんか小4の時にエースとして優勝してたけど。エースで優勝？そう。小4がマジでピカイチだったっていう。みんなが言ってる。小4ピーク。ピーク小4。ここで今から受け取るのにも。だよな、足場は。なんか翔さんでさ、だって頭こうやってたまになってたりするじゃん。そんな長くしかない、足場は。そう考えたら何、まあ、左足場がなんかなんか背当たりとか見てた。でもしゃがんでるもん、ちょっと膝かっくんしながらやってる。いい筋トレやん、めちゃくちゃ。3本だ。まだ本当。やっぱ普段からのあれやってる。普段からそっち系見てる。キャッチ。それじゃどこでいいや。今日は歩こうや。取れるんだろうお前。
だったら言えよ。現場壊したらお前宇宙までゼネコン。すいませんじゃすまんねえな、うちが先生に弁償するんだね。お前元気なめんだよ、ほら。みんなのところお前3時も4時も下じゃねえぞ。現場ちっちゃかろうが元気だぞ。反射神経だけはあるみたいだ。反射神経だ。一応 A コンマ1秒でも入っとれ。下から上がって取ってあげるぞ。ハハハハ。危ない危ない。一応上げておけばいい。一応上げておけばいい。揺れてる揺れてる。出る出る。視聴者の人分かるかな。もう揺れとるで。だってもうあのジャッキーのところもうバカバカ走ってる。うん、めちゃくちゃ怖い。やばい、これ横から見た方がさ、下から見とっても倒れそうって思う。うん、もうさ倒れてきそうだもん本当に。どうだ。まあこんな風でやってることじゃあ楽じゃん。あんまりと俺360文字 T シャツ1枚でしょ。嘘だからいいよ。どうやって見てこれ、あったかさないですか。俺動きすぎて雷が起きたと地上でバーバーバーって。いや笑ってもくれ、そいつらは。そいつらは本当だって。そいつらはさマジで笑いもしんぐらい走んますよ。なんかさ本当にさ喋らなさすぎてさ、でもこういう性格だから喋らないだけじゃ追い詰めとる人みたいになってるもんね。喋りすぎと喋らなさすぎが合わさって追い詰めとる人みたいになってるもん。じゃあ、なんか、じゃあ普通にここの関係性が良かったらいいけどさ、じゃあ、キトさんだってことだ。なんかすごい、なんかトラックの上の生きとな生きとな。わざわざこうやって見るよ、こうやって見とるよ。なんだろ、こうやって見ないで生きりすぎだろ、それは。うわーみたいな。うわーみたいな。やった。やった。やった。本当だった。おはようございます。おはようございます。驚しいじゃん。仕事モードですんで。さっきベラベラ喋っとったよ。本当に。美味しく。見えるんですか。エアコン穴開けて使えるんですよ。あ、新規で。新規で。あ、本当。どこ来てるんですか。今電線が光ケーブルが入っているので、お風呂真っ赤じゃん。あ、そうです。なんでそんな電気屋みたいな喋り方する。電気屋じゃないですか。電気屋じゃないですか。事務所で俺の時は電気屋じゃないけど、電気屋みたいな喋り方して喋ってます。こんにちは、電気屋さんで、はい、北野さんお願いします。クッキングポポにそっくりだろ。なんでやねん。何クッキングポポ。クッキングポポしたの。いろいろ邪魔しんとこか。仕事しようかな。うちのいつなんだな。そう、ダメ。うちの営業だな。営業管理か。営業何年目だ。もう4年ぐらい。そう、俺近い、はい、俺近い、近い。距離は近い。俺人のパーソナルエリアに入る得意だから。もう昨日だって超大会系事務所でひっそりと頑張ってるよね。そうそう、マジでね、なんかあんまりいない人種だよね。そうそうそう、大体メンタル壊れるけど1年2年おったら。そうそうそう、なんか一番強そうだからね。何ならメンタル、そうそう、あれが強い。バーンしようだね。何言われても無視だからね。そう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 。ハートが強い、ハートが強い。そうそうそう、まあ本社はね、体育会系とはまた別のハートの強さ、はい、これ動画にしてもいいけど、本社は結構荒れとるじゃん。今荒れとるとか、まあいろいろちょっと人間模様が出とるじゃん。俺は好きなんだけど、ああいう感じ、うん、でも人間味があるけどね、結構人間味がある、そうそうそう、みんな欲深いで、そうそう、何もないよりかはね。まあ、頑張ろうね。はははは、何程度の財布は不満かね。あ、そうじゃない。またなんかイキリ隊長おるんだけど、イキリ隊長おるんだけど、あれ全部4でしょ。45の隊長。いやいや、その確かに企画出したのもすごい。あげか。あのここはないもんね。脳みそはないもんね。思ったんだよね。あのパパに似て脳みそはないもんで。パパも仕事はできるんですけど、材料も違うんだ。豊さんのところと材料も違うんだ。骨だし、足は一度やっても湧くってやつ。
ち入れて。本当になんか頭悪そうな動きだね。反対側、じゃあ、じゃあ反対だわ、バカかお前は。見ようでもわかるわ。下見てみろ、下。これで同じだ。見ようでもわかるぞ、お前。バカか。わかる、じゃあそれ言われたら取れたら。そうそう。もうこれ今日、残業です。残業です。やってていいよ、やらせよ、やらせよ。頭ぶつけられてた。なんかグラグラして危ないな。あ、なんか爪が、爪が向きもあるよな。そうなんだ。爪の幅が違うもんね。だからこうで通りが出とるだろ。こちらのこっちから見るとな。返事はお前、返事はできんな、かぶれ。クラブ、僕、締め方これ運じゃないだろ、お前、これ返事はできんな、かぶれ。はいわ。紀藤さん出したらもう行っちゃうんじゃない。はい。先行予約中、プレゼントも割引もあるよー、あるよ。はい、どうでした。どうでした。どうでした。楽しいな、本店ブログのほら。じゃないじゃないぞ。やっぱ動画慣れはしてないし。十六歳そっくり。チャッチャさすがに分かった。どう初日では。もういいと思います。甘やかしすぎだろお前。全然ないよこれも。一日だけ。いや明日明後日です。もううちに入るじゃん。サムネ今日決まったよ。やめて二次会道場入社しました。退社して入社。入社しました。声出さない。なんだそれ。ハマっちゃったよ。今日なんかハマっちゃったよ。なんか足場半とまた違うやつ持っとってなんか。どうだ。また。あいわ。もうそんなにいいな。もうそう笑うぞ。本当に返事しないもん。
っち。はい。すごい違う人が来てきた。うちの島ゲみたいな。はいって。はい。はい、ちょっと宣伝ですけど、今リライブショップで販売してて、はい、結構職人さん、リュウジと竹さん。竹が来て、はい、結構その動画見てもらえると本当にね、本当こう持つとかこういう腰に来る、腰が悪い人とかにはおすすめなんじゃないかなと思うので、ぜひ、ね、ちょっと高いけど、まあ上下2万円セットでねするけど、今だけか先行予約だね。そうですね。3月1日までが。3月1日販売したらもう2万2000円になっちゃうか。はい、よろしくお願いします。よし。せーの、まだけyou